まさに喧嘩最強、極道勝利。無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。キリュウ、東城会の100億とユミと水木って女の話だったな。東城会三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東城会は群雄割拠だ。三代目は死に、跡目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が効いて呆れるぜ。100億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東城会で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで水木の娘遥かか。なんだって？東城会は水木の娘を探している。遥か今俺と一緒にいるんだ。はるか、そうだったのか。おととい顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かはるかだった。それがユミかミズキってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれがユミって女かミズキって女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ？ヤツの行動をたどってみるか。ヤツの映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。